皆さんこんにちは。プラナフォレストラジオナビゲーターの東山です。今日は6月の6日の日曜日、ヨーロッパ時間は間もなく午後2時になるところです。ちょうど1週間前にねアップしたエピソードなんですけれども、いつもポッドキャストの同じ音声を YouTube の方でもねシェアしているんですけれども、なので Spotify とか SoundCloud よりも YouTube でご覧になってくださっている方の方が実際多いんですけれども、それで先週アップしたエピソードがですね、例のワクチンについてのお話だったんですけれども、それが全然想像していたよりもたくさんの人に見ていただいて、でたくさんのね賛成反対のコメント、そしてさまざまな情報をね書いてくださったんですけれども、なので通常土曜日はポッドキャストを更新する日だったんですけれども、 YouTube の方で動画にしてねいただいたコメントなんかを紹介する動画を急遽作ったんですよね。でまあ私は立ち位置的にこうすごく反対とかすごく肯定とかね、そういうなんだろう立ち位置になったりとか、あと誰かをね批判するような言葉にならないようには注意していたんですけれども、まあ、YouTube の方でね今結構規制が厳しくなっているみたいなので、その動画はね何時間ぐらいかな、5時間ぐらいで削除されてしまったんですよね。まあお話しする内容を考えて、で録画して編集してっていう時間をねやっぱり使ってますから、削除されたらされたでまあまあ悲しいなと思うんですけども、でもまあそんなことにね執着してもしょうがないの で削除されたものと同じ内容にはならないんですけれども、というのは多分削除対象になった理由っていうのがコメントをねいただいたコメントを紹介していたことかなと思うんですよね。割とその中にこう反対派の意見とか、あと論文とか告発者とかそういう人たちの言葉の引用があったので、それが多分ね分かんないですけどね。なのでこのエピソードは YouTube の方でまだシェアするかはまだ決めてないんですけれども、まあもしシェアするかもしれないということを考えて、とりあえず隠語分からないように言葉を選んでいこうかなと思います。とりあえずね今回のパンデミックを引き起こした感染症のことをあの感染症と言います。そしてねそれに対するもう賛否両論の削除の対象になるあのお注射のことを例のお注射っていう風に言わせていただきます。はい。で私の立ち位置としては例のお注射をなるべく極力強制されるまではしないかなっていう風な立ち位置ですよね。じゃあなんで削除されるかもしれないのに隠語まで使ってYouTube の方でもアップするかというと、やっぱり前回のねポッドキャストでも言いましたけども、私たちがどこから情報を得るかによって私たちのこう立ち位置っていうのが決まってくると思うんですよね。テレビなのかソーシャルメディアなのか本とか論文なのかっていうことですよね。で私はテレビは見ないし、まあ、インターネットのニュースも一切読まないんですよね。で信頼しているソーシャルメディア、フォローしているアカウントからの情報であったりとか、 YouTube でそういった論文とかをね解説されている動画だったり、大学教授の人が、シェアしてくださってる情報だったり、あと今ねイギリスでは結構反対の運動とかが起きてるんですけれども、なぜ反対するのかっていう人たちの声を、まあ、英語で書かれているウェブサイトを読んだりとかはしているんですよね。でスペインはねもう当たり前のようになってるんですよ、例の注射を打つことがね。で私は身近な人とかこのチャンネルを通してつながってくださった皆さんが、まあ接種するしないは別にして何も考えずに当たり前のようにみんなが打ってるからじゃあ私もっていう感じになってほしくなかったんですよね。まあ大きなお世話ですけど、それでですね私も両親に
まあ、メールでこういう感じだからちょっと考えてみてねっていうふうには言ったんですけども、まあ家族って身近な、なんだろう、存在である自分の家族の言うことを一番聞かないんですよね。だからきっと私が見てほしいと思ってリンク貼った動画もきっと見ないだろうし、私がやめてねって言ってもきっと打つと思うんですよね。でもまあね、たとえ家族と言えども選択はね、その人のものなので何とも言えませんよね。だからまあこういう情報あるけど一応目を通したりちょっと聞いてみてねと言って、でダメだったら、ダメだったらっていうか、まあその私とは違う選択をするんであれば、それはね尊重するしかないですよね。で、今回の例の感染症だけじゃなくって、私たちのこう歴史にはたくさんのこうね、大量に死者が出るような感染症があったわけですよね。で、普仏戦争の際にすごく健康だったドイツ兵の全員が天然痘を予防する接種を受けたんですよね。で、その結果健康だった5万人以上の兵士の方が天然痘に感染して、で死亡率もすごく高くなったと。で、これね、その削除された動画でも話したんですけども、うん、なのでそういったお注射っていうのはね、本当に効果があるのか、あるいは逆に感染症を拡大させるのかっていうね、まあこれも意見いろいろあると思うんですよね。で、興味深かったのはジフテリアがね流行した時に、ドイツは戦前にねみんなにこう義務付けて予防接種を受けさせたんですって、強制的に。そうするとナチス政権時代の1939年かなのドイツでは患者数が15万人以上に上ったそうなんですよね。で、予防接種を一切導入していなかったノルウェーは同じ時期に50人しか感染する人がいなかったそうなんですよね。で、これに似たような例がアメリカでポリオがこう流行った時に予防接種を義務化した州っていうのが患者数が 700% 増加したんですって。で、すごいなと思って。で、ジェームス・ウィルキンソン博士という方が1876年にそういった接種ですよね、これらはまさに狂気の沙汰としか言えないと、これは純粋な殺人であるっていうふうに断言されているんですよね。まあ私が今回のこのパンデミックに関して思うのは、そうですね、原因というのはまあいろいろあると思うんですけど、スピリチュアルな観点からすごく感じるのは、私たちが食肉をしたりとか過剰なまでのね、なんかもう身近なこうなんだろう、家畜を飼って自分でさばいてとかそういうことじゃなくって、もうすごく遠くの国で使われ飼育された家畜をね、誰かにこう殺処分してもらって空輸して安くこう買って食べてみたいな、そういうね、動物とか地球環境に対するこれまでの私たちの行いの結果かなっていうふうにすごく感じるんですよね。私も含めてですよ。私も13年ぐらい前からお肉は食べてないし、もっと前かな、食べてないし、できる範囲で気をつけてはいますけど、ヨガがね、練習が、学びが深く入ってくるまでは全然加工食品とか普通にお肉もね食べていたし、あとそうですね、ファストフードも食べてたし、なんならタバコも捨てましたしね。だからそういう、なんだろう、意識がそこになかった時期の私の行為も含めて、やっぱりこれは私たちがこうね、食肉とかそういうものに対する行いの結果として来てるような気がするんですよね。なので、そういった結果を厳粛に受け止めて、じゃあ私たちにはこれから何ができるか、より良いこう地球環境であったり、人間の住環境、そして私たちの食環境を作っていくためにはどういうふうに切り替えていけばいいのかっていうふうな
なんだろう、マインドに切り替えていくね、いいタイミングじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、前回その削除された動画にいただいたコメントに、まあ私がその動画の中で今回のそのお注射に関してはね、こう動物実験とかをせずにそのまま人間で実験するようなものですよみたいなものだから危ないですよねっていう風な、怖いですよねっていう風な、まあそういう意図はなかったんですけど、発言をしたところ、ビーガンの方からコメントをいただいて、で、あなたもビーガンなのにその動物実験をしてないから危ないっていう風な発言はすごく残念に思いましたっていう風におっしゃられてたんですよね。で、その方は動物実験をしてるからそういうものを一切摂取したくないっていう風な感じだったんですよね。で、私はもちろん動物摂取、動物実験、それは今回のそういったね、お注射関係だけじゃなくってね、化粧品であったりとか、さまざまなものに対する動物実験にすごく強く反対していますし、で、そういう活動されている団体に少ないですけども寄付をしてたりとかして、私すごく動物を大切に思っているんですけども、不用意なね発言というか誤解される発言だったなというふうには思って、まあ、反省はしたんですよね。で、その方とのやり取りがコメントの中であって、それがねすごく私的には有意義なコメントのやり取りだったなと思ったので、それが消えたのがちょっと残念だったなっていうふうに思っています。はい、まあ、何が言いたいかっていうと、そういった実験を含めて動物に対する負担、そしてこう肉食をする以上をこう環境に負担をかけてしまうわけですよね。で、それを私たちが美味しいからとか、自分のこう五感を楽しませるためにとかね、そういう、なんだろう、まあ生きているんだから楽しみたいというのはあるけど、ある程度ね、自然界と私たち、もう私たちも自然界の一部だから、なんだろう、バランスを考えてやらないと、そういうしわ寄せっていうのがね、必ず何かしらの形で現れるっていうのが、私が今回のこのパンデミックで学んだことの一つですよね。で、今すごく世界中でね、ビーガンのレストランが増えたりとか、あと、そうだな、そういうのが増えてきてとても嬉しいんですけど、で、持続可能な生き方、生活をするっていうね、 SDGs とかそういったムーブメントがすごく大きくなってきて、それ自体はねすごく素晴らしい時代になったなっていうふうに思うんですけれども、なんだろう、社会現象のような感じの広がりを見せると、やっぱりそのテーマに対して大きなねビジネスチャンスが生まれるから、企業だったりとか組織というのが動き出して、そのねムーブメントのそもそもの動機っていうのが微妙になったりするんですよね。で、植物性のベジバーガーを作るために逆になんかこうすごく環境に負担かけたりだったりとか、あとファッション業界もフェイクレザーを使っていくことがやっぱりいいことだし、っていうか今ほら本当のリアルファーとかリアルレザーとか使ってる、なんだろう、ファッションブランドってもうなんか時代遅れっていうか時代にマッチしてないんですけれども、まあそれはいいとして、フェイクレザーのね素材のものを作るためには環境にねすごく負担がかかるんですよね。なのでフェイクレザーを作るために作っていくことによって、動物の皮は使われなくなって、それはそれ自体はいいけど、自然破壊とかこうなんだろう、環境破壊につながることにもなりかねないっていうかね。なのですごくそれもバランスだなっていうふうに思うんですよね。私自身にそれの答えがあるかどうかっていうと、まあないんですけど、だから勝手にね個人の感想を言ってるに過ぎないんですけどもね。ただ食肉に対して私が思うことは、なんかもう原始時代に立ち返って、自分で狩りをして動物をね仕留めて、でそれをさばいてね食べれる状態にできる人だけ食べればいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
あるいはそういう人を家族に持った人がちょっとおこぼれに預かるみたいなね。そうするとそのなんだろう、自分の健康を害してしまうほどなんかこうお肉食べなくて済むだろうし、屠殺して食べるために大量のこう家畜を飼育して環境に負担をかける、でその家畜の餌を人間が食べればそのまま飢える人がいなくなるのに、それをなんかもうすごい大量に家畜に与えて CO2 ガスをたくさん出して環境破壊をしたりっていうね、わけわかんないことにならないような気がするんですよね。人に命をこう殺してもらって裁いてもらって、で何の感謝とかこう感謝っていうか、私あのいただきますっていう感謝の気持ちでいただければいただけばいいっていう考えあんまり好きじゃないんですけど、っていうのはなんかこうありがたいと思ったらその動物とか環境にこう負担かけててもいいみたいな、こう結構人間の勝手な都合みたいな感じがするんですよね。まあこれは私の意見ですけど、で私はそれができないからもう野菜を食べてるっていうかね。で野菜も命だからっていうふうにおっしゃる人いらっしゃるんですけども、まあ同じ哺乳類同士が出している周波数とあの植物が出している周波数はやっぱりちょっと違うし、なるべく自分とその周波数の遠いところからいただいていく方法が、なんだろう、環境的にも DNA 的にもなんとなくしっくりくる感じがするんですよね。でそもそもあの国際食、穀物と、野菜ですよね、あと果物ですよねっていう食事を中心にしていると、あの腸に負担がかからないの で腸がやっぱり私たちの免疫の 70% だったかな、なんかを作って整えているので、あの腸内環境を整えていれば免疫力が上がるんですよね。なので免疫力が上がればそれこそその無駄なねお注射したりとか、あとお薬飲んだりとかしなくていいんですよね。でもやっぱり大きな企業とか力を持ったそういう組織がこうあの提供してくるね、そういうお注射とかお薬とかっていうのが当たり前に私たちの生活に浸透してますけども、そういったことにちょっと疑問を持っていく。でコメントをいただいて、それも消えてしまった、それを消えてないか、あのあると思うんですけども、センスオブワンダーでいきましょうっていうコメントがあったんですよね。それはどういうことかっていうと、どんなことに対してもそれはなんでどうしてっていうね、疑問の感覚をちゃんと持つっていうね、そういう気持ちを忘れない方がいいと思うんですよね。テレビで言ってたからとか、誰かが言ってたからとか、有名な誰々がやってたから大丈夫みたいな、そういう、まあそれでもいいんですけど、人の選択ですからね。でもまあ、あの、健康とか、その、人生100年時代とか言われてますけども、寝たきりで長生きしてもしょうがないわけですよね。健康寿命をそのままこう、100年っていうふうにしていかないと、ね、自分以外の存在に迷惑かけてしまうことになるので、やっぱり誰かに依存した長生きよりも自己完結的である人生をねしっかりと生きていくためには、うん、何を食べるかとか、どういう情報をどこから得るのかとか、そういう小さな選択の全てに意識的になって、そしてどんなことにも対してもそれは何で、どういうふうにしてそうなるのみたいなね、疑問の感覚を常に忘れないでいた方がいいかなっていうふうに思います。全く同じ内容は伝えられなかったんですけども、まあね、こんな感じかな今日は。はい、ね、一日もね早くみんなが安心して外を歩けるような日常が戻ってくることを祈っています。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。プラナフォレストラジオでした。